はい、どうも、伊田です。今回は、ちょっとボディ補強ですね。クスコの下回り、つけたと思うんで、ちょっとレビューを、走行レビューですね、をしたいと思います。まあ、嬉しいことに結構、YouTube とか、あと民から、あと Twitter とかで、ちょっと走行レビューやってくださいっていう声が結構多かったんで、ちょっとまあ、結構素人なりの、インプレッションになっちゃうんですけど、ちょっと思ったことをちょっと、伝えられたらなと思います。じゃあちょっと走っていきます。はい。じゃあボディ補強をして、ちょっと車を走らせてみて、どんな感じかっていうレビューですね。まずちょっと第一印象乗ってみて、第一印象どんな感じかっていうと、まず乗り心地がいいっていう、前はすごいゴツゴツしてて、かなり跳ねたんですけど、またちょっとなんていうんですかね、こう路面をかなり捉えてくれるというか、こう変な跳ね方じゃないんですよね。こういうちょっと道が悪いところを、アンジュレーションの悪いところでも、かなり、張り付いてくれるというか、路面に、突き上げ感がないっていうんですかね。かなり乗り心地がマイルドで、こういう段差もかなりマイルドに捉えてくれるんで、安心してアクセル踏んでいけるっていうのがやっぱありますよね。で、WRX って、まあ多分僕が運転下手なのもあるんですけど、アンダーがやっぱりかなり強いんですよね。とにかくアンダーなんで、ちょっとアクセル踏んでいけない、踏みたいけど踏んでいけないっていうのがあるのと、あとはまあコーナーの進入とかでも、まあ多分荷重移動が下手なのもあるんですけど、僕の多分入り口でも結構アンダー、出口でもアンダー、まあ、終始アンダーなんですよね。で、ただやっぱボディ補強して、まあ、車庫帳入れた時も結構変わったんですけど、かなりそのアンダーが消されて、すごい運転しやすいんで、まあ、ここまでやれば素人でも速く走れるような、ちょっと自分が運転上手くなっちゃったんじゃないかみたいな、そういう感覚ですよね。やっぱ以前より全然コーナリングスピードとかも多分かなり上がってるんで、あとはなんか安心感があるんですよね。全然違いますね。で、以前はやっぱボディのヨレが結構気になって、に対してちょっと接地感薄かったり、そういうのもあったんですけど、今は全然なくて、まあストリートなんか、サーキットはまあそうなんですけど、ストリートなんかでも、ストリートの路面でもかなりいけるっていうような
今から高級車になったような乗り心地っていうんですかね、ほんとマイルドなんですよ。ボディ補強して結構硬い、ボディが固まると硬いっていう思う方いらっしゃるかもしれないですけど、本当あら本当にサスがこうちゃんと動いてくれてるんで、本当に乗り心地が柔らかいっていうのかな、柔らかいっていうか乗り心地がいいっていうか、とにかく乗り心地がいい、乗り心地がいいとしかちょっと言えないですけど乗り心地が本当いいですね。変に跳ねないです。それとあとアクセル踏んだ時のその路面がちょっと悪い時とかですよね、とかまあ立ち上がりで踏んでったりだとか、まあ街乗りでもそうなんですけど、アクセルこう開けてった時に結構トルクステアが WRX あると思うんですけど、多分乗ってる方結構わかると思うんですけど、まあ、ちょっとしたことで結構こうグワッとハンドル持ってかれることが多いんですけど、もう結構立ち上がりでこうギクシャクこうなるんですけど、それが全然ないっていうのがありますね。ハンドルがとにかくその路面が悪い時の状況に対して全然ハンドルがこう取られないっていうのがあります。アライメントこの前撮った動画で結構ピーキーでハンドル取られるって言ってたと思うんですけど、それが本当もう完全に解消されて消えたような感じですね。なんで本当安心してこう踏んでいけちゃいます。であとはボディ補強したことによってこうサスがしっかり働いてくれてるんで、なんだろう、スプリングの音結構スプリングが多分結構動いてるんだと思うんですけど、それで結構音が弾けるような音がボーンみたいなとか、あとピロの音ですよね、まあ、アッパーのピロの音とリアのラテラルとかの音、やっぱ足がかなりちゃんと動いてくれてるっていうことだと思うんですけど、結構うるさいです。でまあコンビニの段差入り口とかですよね、もうホイールが結構タイヤが完全に浮いちゃう感じですね。剛性が本当ボディ剛性が本当強くなりました。やっぱまあちょっとスポーツ走行してる時のボディのよれ、まあリアがこうついてこない、追従してくれないっていう、結構リアのラグですよねがあったと思うんですけど、もうステアリング切った分だけフロントもついていきますし、リアもついていきます。なんで本当自分が本当操作した分だけ素直に動いてくれる車になりましたね。かなりいい子になりました。峠に行けないんで、ちょっといつもの
テストコースではなっちゃうんですけど、ちょっと軽く走っていこうかなと思います。であとは富士みたいなああいう大きいコースに行くと結構リアのダウンフォースが強すぎちゃって今バランス悪いんで、結構速度出るエリアだと結構やっぱアンダーが強いですね。空力の問題でアンダーっていうことですね。車のバランスがちょっと今悪い感じになっちゃってますね。ミニサーキットとか行くと全然そんなそこまでアンダーっていう感じではないんで、ニュートラルな感じではありますね。